あ、お茶を。あ、痛い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 。ごめんなさい、あの元気よく話してるつもりなんですけど、今口のね中をちょっと歯医者行った後から切れてて、あのこれ以上口角を上げると痛いんですよ、めちゃくちゃで。ちょっと今食べ物も固形物が全然食べれない状況でして、オイコス食べるんですけど今から。そう、今日もねなんか芋を買ったんですけど、芋も食べれなくて半分以上残しちゃって、歯医者にやられた。なんかこの親知らず、多分生えてる親知らずとこの頬の間の粘膜みたいなところ全部多分裂けちゃってて、今だからここ口開けないし笑えないしっていう、もう最悪の状況でして、2日間ぐらいあんまり固形物を食べていないという。そうなんです、だからヨーグルトいただきます。選抜おめでとう、ありがとう、嬉しい、ありがとうね、本当に皆さんのおかげでね、選抜メンバーに今回も選んでいただくことができて、本当にありがたい気持ちで、感謝の気持ちでいっぱいです。ありがとうございます。ごめん、食べ方汚いよね。痛い。いや、明日も早いからちょっと今のうちに食べたくて、最近気になってたから初めて配信来れて嬉しいです。ありがとう、嬉しい、ありがとう。本当にこの調子なんですよ、本当にこの調子で。結構ガチです、これぶってるとかじゃない、ガチなんです。ん、レインボースターありがとうございます。ん、タコありがとう、嬉しい、ありがとうございます。最高、ありがとう、嬉しい、ヒロありがとう。日食ヨーグルト、なんかもうちまちま食べすぎて何を食べているのかわからない。今日朝からめっちゃレッスンしててめっちゃ踊ってたんですけど、ずっと踊ってた。だけどなんか甘蜜芋みたいな、なんか焼き芋がね、なんかこのくらいのサイズの焼き芋が、ちっちゃい焼き芋が3つ入ってて、全部でなんか300か400キロカロリーみたいな、300かなくらいのやつを、いや400かな、わかんない、買ったんですよ。でとラムネを買って、まあラムネは全部食べれた。でレッスン中にこうちょこちょこその芋をつまもうと思ったんですけど、やっぱ噛めなくて、一口サイズにちぎってもね、噛むっていう動作がいるから食べれなくて、でそれでまあ噛むのを諦めて、だから3つのうちの 1.5 食べれたか食べれてないかぐらいの量だから、多分カロリーとして本当に200も多分摂取してなくて、でとりあえず今冷蔵庫に入れて治ったら食べようと思って置いてて、でさすがに一日中踊ってたので配信前になんか食べたいなと思って、コムタムクッパっていうね、セブンイレブンさんのやつがあるんですけど、めっちゃ美味しい、なんか牛肉の、まあおかゆじゃないけど、まあ、クッパだね、なんかそういうのをね食べて、それも200キロカロリーもなかった、確か。そう、あとスムージーも食べた、飲んだんだけど、そう塩分をね取ってなかったので、塩抜き状態が 2,3 日続いてたので、ちょっと夏だからこれは倒れて迷惑をかけちゃいけないと思って、塩分を取ろうと思ってコムタムクッパを食べました。ミュージックビデオかっこいいダンスの人がいると思ったリカちゃんでした、嬉しい、ありがとう。本当に今回の
ダンス、あれもう本当にね、ちょっと食べるね。シングル選抜おめでとうございます、ありがとう。衣装もお気に入りです。ちょっと後でちゃんと思いは話しますね。ちょっと先食べます。なんかこの1週間ぐらいダイエットしてて、ダイエットよりもなんかフェスとかツアーとかしてたら自然と落ちてて、でそこからもうちょっと絞りたくてダイエットしてて、で、まあ、実家戻ったタイミングでいっぱい食べて、でそこから、まあ、なんか塩抜きとかしてて、でその後でよし食べようと思ったらこれになっちゃって食べれなくなるっていう。だからなんかずっとカロリーを取ってなかったから、カロリーは取りたいんだけど砂糖を取りすぎたくはないと思って、そう昨日お砂糖入ってるものばっか食べちゃったんですよ。そうそう、だから選抜の話はあと、もうちょっとあとでご飯食べ終わってからしますね。お祝いしよう、そうそうそう、お祝いねしたいんですけど、本当につらい。これ歯磨きするのめっちゃ時間かかる。そう、食べることが生きがいなので、本当はね毎食アイスにしたい。今日昨日かき氷とアイス食べたから、今日ご飯食べれないから結局さ、そういうなんて言うんだろう、噛まずに済むものってさこうなっちゃうからね。帰宅時収まって、もう家ですよこれ、うちですよ。うん、ごちそうさまでした。だけど食べた気しない。まあそんなことは置いておいて、はい、改めまして33枚目シングルの告白、はい、ハッシュタグ告白心拍数、あ、ハッシュタグはダメじゃないんですけど、告白心拍数の選抜メンバーに選んでいただきました。ありがとうございます。選抜おめでとう、嬉しい、ありがとう、今年痛いです、ありがとうございます、めっちゃ嬉しいです、めっちゃ嬉しい、ありがとう。本当にあの自分の力だけじゃ選抜メンバーにはなれないので、本当に皆さんの力があってこそですし、皆さんがいつもこう支えてくださったり応援してくださるからこそこうして選んでいただけて本当に本当に嬉しいです。正直ね、正直というかこれ毎作言ってるんですけど、毎作なんだろうな、危機感を持って毎作いいドキドキじゃなくて悪いドキドキで過ごしているのが本音なので、今回こうして選んでいただけてめちゃくちゃ嬉しかったですし、なんかもっとこう
なんだろうな、このポジションをいただけることが当たり前じゃないのも分かってるし、今はこれがベストな、自分にとってベストだと思っていただけてるから、このポジションをいただけてると思っているので、今作も精一杯努力して、まあ大好きで、大好きなダンスナンバーなので、どこに行ってもダンスで目立っていきたいなっていうふうに思っているので、ぜひ見つけていただけると嬉しいですし、やばいね雨。そうで、ダンスがねミュージックビデオにで映っているので、ぜひチェックしてくださると嬉しいですし、青木のここのダンス好きとかツイートしてくれたり、YouTube にコメントしてくれたら嬉しいな。青木全部見てるから、見てるし、きっとそのコメントを見て、あ、ここ見てみようって思ってくださる方も増えていくと思うので、私からは、私ができないことなので、それはちょっと皆さんにご協力していただけたら嬉しいですし、見ていただけたら嬉しいですし、今回のダンスすごい MV 撮影で、なんだろう、すごいかっこいいとか、リカちゃんの踊り好きってこう言ってくださる方がめちゃくちゃ多くて、で先生からも言っていただけて、めちゃくちゃそれが個人的に嬉しくてなんかもう最高みたいな、もう120点ですまで言っていただけて、それがすごい嬉しくて、だけど自分の中ではまだまだいけるぞとか思ってたんですけど、まあね、満足することはこれからも一生ないので、それは SK の活動してる中で、多分なんだろうな、上を目指すっていう意味で自分が120点満点だって思うことは自分の中では一生ないと思います。これはまあネガティブな意味じゃなくて、すごいポジティブな意味で、だからこそ同じ曲でも見せ方とかをめちゃくちゃ練習するし、ダンスを覚えるだけじゃなくてそれより上を目指そうって思えるから、それはすごいポジティブな意味で、これからも満足することはないと思うし、だけどそういう、なんだろうな、先生方とか先輩方がこう言いに来てくださったんですよ。そう、なんか普通に過ごしてる中で言いに来てくれて、それがすごい嬉しくて、だからなんかそう周りの方から言っていただけると、あ、もっと頑張ろうとか、なんかあ、ここのポジションでも全然こう、なんて言うんだろう、見てくださってる方はやっぱり見てくださってるし、吉塚方ありがとうございます。だからなんか頑張ろうって思ったし、プラス本当にみんなに申し訳ない気持ちももちろんあります。そう、ポジションが4作連続、毎回こう、なんだろうな、前に行きたいっていうのを目標にしてたからこそ、それをみんなに伝えてたからこそ、それが叶えれなくてごめんねっていう気持ちでいっぱいかな。まあ感謝の気持ちももちろんあるけど、なんだろう、このポジションが悔しいっていうのじゃなくてなんだろうな、その悔しいじゃなくて、自分が前に行きたい、だからこうついてきてくださると嬉しいですっていう言葉を伝えてたのにもかかわらず、変わらなかったことに対して悔しいし、そこに対して申し訳ないっていう気持ちでいっぱいです。だからこう選抜メンバーに選んでいただけたことはめちゃくちゃ嬉しいし、本当にもう感謝の気持ちでいっぱいですし、こうみんなと
よし、今作もたくさん思い出作りたいって思うけど、前作目標に掲げてたことができなかったことが悔しいし、そこに対してなんかごめんなさいっていう気持ちでいっぱいかな。だからそこはね、まあ言葉に語弊が生まれたら良くないので、そういう気持ちですそう、だからなんだろうな、そう、勘違いしてほしくないのは、このポジションが悔しいじゃなくて、自分が目標を掲げていたことに対してみんな一緒についてきてねとか言ってたのに、それを叶えれなかった自分に悔しいだけです。そうだから、そう、みんなはね優しいから、とんでもないとかね、そうコメント今もねくれてるんですけど、はい、ねそうねっていう気持ちかな、うん、だからだけど別に変わりないし、なんだろう、そのまま、言葉にするのは難しいんですけど、皆さんのことを見つけるとよかったら改めて思いました。嬉しい、ありがとうございます。悔しい気持ちは大事だけど謝ることはないと思います。謝ってごめんだけどまあこれは自分のエゴですね、わがままだけど、その気持ちを伝えたかったからごめんねって伝えたし、まあうん、だからそんな、なんて言うんだろう、重くも受け止めないでほしいなんて言うんだろう、大丈夫だよこれから一緒に頑張ろうって言ってくれたら嬉しいから、うん、な、もうそう、謝らないでって言ってくれるのも嬉しいけど、これは私のエゴなのでまあ気楽に頑張ろう、そうですねまあ2年間今選抜メンバーに選んでいただいていて、2年間見てる景色は左右しか変わっていないっていう状況で、うん、まあ、うん、なんだろうな、まあ、今年25にもなりますし25にもなりますし、まあ、もう一回こう気合い入れ直してね、頑張っていこうかなっていうふうに思いますので、今作もたくさん心拍数の上がるドキドキな思い出をたくさん皆さんと作っていきたいなっていうふうに思いますし、やっぱこれめっちゃね、めっちゃテンション高く喋ってるつもりないよ、ごめん、もうこれさ、選抜メンバーに選んでいただきましたより、もう今口怪我してますってやった方が語弊生まないよね、ごめんね、なんかすごい落ち込んでるみたいな喋り方になっちゃうね、このトーンでずっと喋ってたらいいんだけど、ちょっとこれも痛いんだよね、ごめんなさいそうなんです、なので、あの本当になんだろうな、あの元気なのでそうみんなね、こう落ち込んでるって思ってる方もいらっしゃると思いますが、あのすごい元気なので、あの元気がないとしたらそれはご飯を食べれてないからですごめんなさい、なのでだから笑えないのだからあの本当に落ち込んでるわけではないです本当にあのこのポジションをいただけて本当に感謝の気持ちでいっぱいですし、青木のダンスをみんなに見ていただきたいなって思っているので、あの見てください痛い痛い痛い、あとあのミュージックビデオの、あの衣装がね2着ある、
めっちゃかっこいい、どっちもかっこよくて、でそうジャージのジャージ、その練習着の方のね衣装は実はここだけの話、他のメンバーともともと交代の衣装だったんです。だから元はあれじゃないんです、元の衣装は誰かが着てます。まあそれはいつか話しますね、誰が着ているかは。でなのでそう後々あの衣装になったんですけど、あの衣装着た瞬間に先輩方みんな寄ってきてくださって、これは青木しか着れない、これはもう青木に似合うって言ってくれて、めっちゃ嬉しかった。今度なんか違うそういうのじゃなくて、そういう全部マイナスに捉えるのよくないよそうごねたとかしなくて、普通にこう、まあ、色合いとかさバランスとかあるので、普通にごねたじゃない普通のバランスとかそういう試着してみてとか、そういうね当日着てみないと分かんないからね、身長もあるし横もね人それぞれですし、したらこれは青木に合うって言ってくれて嬉しかった。そう短パンなんですよ、ハーフパンツっていうのかな、膝丈のパンツで、そうで上はなんかちょっとユニフォームっぽい感じので、青木の青でしたしね、なので余計にそう言ってくださって嬉しかったです。そうみなさんぜひチェックしてください。そして、ダンス見つけてくれたら嬉しいです。初見です。本当ですか、ありがとうございますバキバキに踊ってるので、バキバキにバチバチに踊らせていただいております。そしてあの写真のね、私ちょっとこっちの顔が好きでこっちの顔が好きじゃないので、こう向きで撮るからあんまこうわからないんですけど、あの髪をこっちに上げてて、ここにねあのシルバーの金具みたいなのがこう編み込んでて、ここ私でここにポンポンポンってついてて、めっちゃイケメンなんですよなのでそこもぜひチェックしてください。お願いします。そうね、今回アクセサリーもね、あのさっき配信で先輩がおっしゃってましたが、あのなんだっけ、こうメンバーで選べる感じだったんですよ。したら里香穂さんが選んでくださって嬉しかったそうだから結構髪飾りも自分で選んだので、今回はイケメンになりたいです、何かを変えたかったんですよ。そうでも何かを変えないとダメだなと思ってだから髪の毛も切ったし、本当はもっと行きたかったんだけど、ちょっとまだどういうミュージックビデオになるかが分かっていなかったので、そうなのでちょっともし可愛かったらどうしようとか、そう自分が美容室行った段階では何も知らなかったので、えかっこいいのかな、可愛い系なのかなとか思ってたら、そちょっと切れなくて、本当はねもうちょっと行きたかったんですけど痛いそうだから前だけちょっと短めで、後ろは長めなので、まあ見た感じあんま変わんない、ポニーテールとかしててもあんま変わんない。そうで、まあ、前だけ短めにしたのでパッと見短く見えるかなみたいな感じですそして自分の好きなねシルバーっていうね衣装ね、ダンスの難易度はどんなもん、めっちゃ難しい、難しいのかな、わかんない、もう入っちゃったからなんとももう難しいとか
思わなくなったけど、もう踊れるからさ、今は振りが入ったから、クマありがとう、池田ありがとうそう入ったからもう思わないけど、だけどなんだろうな、振り入れ当日はおい無理やってみたいな感じ。インスピレーションとどっちが苦労した？インスピレーションは私ミュージックビデオ撮影の時しか振り入れしてないんですよ。そう、他がお仕事が重なってたので、その撮影部分しかそのみんなと一緒に振り入れしてなかったんですよ実は。そうだから14周年かな、なんかでさ、なんか劇場で披露しますみたいになって、前日になんかインスピレーションやりますよみたいな話を聞いて、え知らない知らないみたいな、え明日家披露すんのみたいな、え知らない知らないみたいなって、でそうあの室の先生に教えていただいてで初めて全部踊ったみたいな感じなんですけど、インスピはね、だからミュージックビデオの時に振り入れたので、そのなんて言うだろう、まあ一部だけだったから、なんだろうな、あんまそのうわめっちゃ難しかったとかいう意思はないのかな、なんかけどただただついてくのに必死、そうついてくのに必死だったかな、あの時はだったし、なんだろうな、けど難しかったね、難しかった難しかった、いや今回も難しいよ、難しい振り入れ当日は、もうなんだろう、サビのさ踊りがあの見ていただいた方は分かると思うんですけど、全部違うんですよ、1サビ2サビ、ラスサビと全部違うんですね振り付けが。で、まあ、こう振り入れしていただいた時にこう全部をまあ詰め込むわけじゃないですか。で最後ら辺になると最後ら辺にこれラストってなった時に、まあ、大体こそまあなんだろう、楽曲とかで多いのは1サビ2サビラストビ基本一緒で、歌詞に合わせてここだけなんだろう振りが違いますよとか多いんですけど、全部違うかと思って、え待ってみたいな、待ってもう一個覚えるのみたいなそっちでもう入んないが勝ってたかもしれない。もちろん難しいけど、難しいし振り入れ当日はあもうこれ無理だってもなった、正直もうこれ無理だお手上げですってなったんですけど、けど持ち帰ったり残ったりとかして振りを入れ込めば今は無理でも絶対にいけるっていう自信がもうついた。そうこれは本当になんだろう、自分が成長したなってこう思った部分でもあったんですけど、今作感じたそれはその部分でもあったんですけど、なんかこうあもうこれはもう今入らなくてもしょうがないと、そう弱がしょうがないしょうがない、もう次の日がね、次の日までにちゃんと整理してちゃんともう練習して行けばいいんだでもそう納得してたので、そうなのでまあ落ち着いて、別にこう焦ると余計入んなくなるから、だから落ち着いてここ先生の注意ポイントとかだけちゃんと覚えて、でそれを持ち帰って映像を見ながらちゃんと整理して、できる限り先生が言ってくださってたことを忠実にできるようにっていうのを意識してて、めちゃくちゃ自分の中で、そうだから持ち帰ってやりましただからなんだろうな、なんかいい意味での開き直りができるようになったので、その面ではこうなんだろう、難しいけど思い詰めはしなかった。インスピレーションの時はどちらかといえばもう本当にもうダメだ、もう一人だけもう置いてかれる、もうダメもうダメ、あもう覚えられなかった、もう無理だ
モデルに帰って練習しなきゃの方の難しいだったそっちかな。だからそういう違いかもしれない。だけどダンスでは、うん、難しいですよ。皆さんもやってみてください。一緒に踊りましょう。でみんなで一緒に心拍数上げましょう。踊ってそうみんなと一緒に心拍数を上げていきましょうよ。もう雨やばいよね本当にもう今回もこんな素敵な大好きな楽曲でもう大好きなんですけど、その楽曲にこう選抜メンバーとして選んでいただけてめちゃくちゃ嬉しいです。本当にもうさっき謝っちゃったけど、もちろんその気持ちもあるけど、本当にもう一番に伝えたいのは本当にありがとうっていう気持ちですし、これからもまあめちゃくちゃそう頑張りますし、頑張りますしって変だな、やだなこの言葉努力してもちろんその前に行きたいっていう気持ちはあるので、こうその気持ちも忘れずに、だけどやっぱ楽しむことが一番なので、そう私が楽しいときっとファンの皆さんも楽しいと思ってくださると思うので、なのであの楽しみながら、そして皆さんの前でパフォーマンスするのがねめちゃくちゃ楽しみです。楽しみですなのでそれまでにもっともっといいダンスができるように、いいパフォーマンスができるように、頑張りますこんばんは。そうきっとね、なんだろう、じゃあ落ち込んでる青木を見たくないじゃないですか皆さん。私もあんま落ち込むことないのかもしれないけど、なんだろうな、ないって言ったら嘘だけど、私も落ち込むことがあるけど、だけどね、SKE にいるじゃやっぱ全てが楽しい気持ちでいるっていうのは難しいけど、できる限りこうなんていうんだろうな、みんなと一緒にずっと笑ってたいなって思うので、なので私は、みんなと一緒に、笑顔になれるようにこれからも精一杯頑張っていきます。だからあのみんなが、私が落ち込むときっとみんなも落ち込むし、私が悲しいとかなるとみんなもきっと悲しい気持ちになるから、だから今はね、この先は落ち込むこととかもあると思うけど、その時はちょっと甘えちゃうと思うけど、だけどね、楽しく、皆さんとね過ごしていきたいと思います。これからもたくさんやりがちゃんらしく、ありがとうございます、嬉しい、ありがとうゆちゃん、マンさんありがとう、嬉しい、選抜おめでとう、自分で表現しない評価してたやつね、ありがとう。そうちょっとね口がねあれなんですけど、気持ちを言葉にしてあげます。もうなんかけどさ、言葉にするのってやっぱり難しいじゃん、なんか語弊生まれたらどうしようとかさすごい思っちゃうから、あの切り抜いたりしないでください痛い、しかも超今不愛想に見えるし、口痛いせいで、そう正直ね、もう何をしたらいいんだってもう思うこともありますよ、そら生きてる中で、生きてる中で、ね、もうこの人生の中でもう受験勉強何をしたら、もうこんだけ勉強してるのに何をしたら受かるんだみたいなさ時とかみんなもあると思うんですよ。こんな何をしたらもう良くなるんだとかさ思うこともあると思うんですけど、だけどあのまあなんだろうな、まあしないと何も始まらないんでそうもういいやってなる時もありますけど、けど結局してることでつなぎ止められてる部分って何かしらあると思うので、自分が気づけてないだけで
自分がその目標のことばかりを見続けているからこそ、なんだろうな、その目標が叶わなかった時に、まあ、落ち込んだりとか、もういいやもう無理だよとか思っちゃうこともあるけど、だけどその自分がその目標以外で気づけてないとこで、きっとなんだろう、や自分が何かしてることに対して、努力とかしてることとかに対してつながってるものは絶対にあると思うから、そうだから皆さんも、もういいやなってもいいですけど、そう、自分が諦めたくないことに対しては一緒に諦めずに楽しみながら生きていきましょう生きていきましょうってなんか重い痛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 いよ、もう痛いこんばんはこんばんは。そして私はタイプ C にいますのでね、もう慣れたかと思います、タイプ C にいます、ぜひゲットしてください、痛い痛い子ありがとうございます、はい、絶対ゲットしてください痛い痛い痛い、しみるんよ。そして9月のね7日と8日に幕張の特会と握手会があるんですけど、あーカメカメヤッピーさんありがとう、嬉しい、ありがとう、あーありがとう、推しも、そう9月7、8にあるんですけど、8は全完売で7日の握手会と7部は完売なんですけど、肝心な誕生日のすぐ後の25歳成り立てほやほやの一部二部がまだあるんですよみんな会いに来て、青木25歳になってみんなにさ、こうよし一皮むけたぞってさ、こう痛い痛い言いにさ、言いにさ行こうとしてるのにさ、一部でさみんな会えなかったらさ、青木こんなになっちゃうよ、ひがらびちゃうよ、ひがらびちゃうよ、もう1歳どころか10歳ぐらい年取っちゃうからさ、待ってるね痛い痛い、そうだから最近笑うときふんってやっちゃうの、もうふんってやって口閉じちゃうから痛いから、そうそうそう、いないんですほらやだよこの笑い方、青木も歯見せてニコニコしたい痛い、なのでぜひ皆さん本当にここしばらくの間まあ配信とか劇場公演とかすごいちょっともしかしたらテンション低く見えるかもしれないし、なんだろう、もしかしたらすごい滑舌が悪いかもしれないし、もしかしたらあんまりなんか歯見せて笑わないなってなんか思う方もいらっしゃると思いますけど、全ては口の怪我のせいなので、口の怪我って言ったらちょっと大きいけど、口内炎でもないんだよね、ここが裂けてるので今なんかそのせいなので、本当に今もテンション爆上げなんです本当はなので皆さんそれだけ分かっていただけたら嬉しいです、口内炎ではないの、どのくらいで痛みがあるね、だからなんか最初ねこうピザ食べた日にこうお母さんと一緒にいたんですけど、お母さんにやばいみたいな、なんか喉痛くなってきたみたいな、熱あんのかなとか、けど頭も痛くないし別に体調悪くないよねって喋りながら歩いて、でピザ食べて、その夜ですよ、その夜もう口が閉じれない、噛めない、喋れないみたいな、で起きてからお母さんにやばいやばいみたいな、口これ口やみたいな、喉ちゃう口やって言って、口痛いのって言って、何も食べれんてって言って、その結果わらび餅なんですよ、インスタグラムに載せたね、けどあの時の方がまだ開けてた、そこからの方が開けてない、そうだからもうこのさ親知らずの隣ぐらいから喉にかけて全部痛いんですよ今、そうなんです、だから今日の配信ももしかしたらめちゃくちゃぎこちない笑顔になってたと思います、
し、今日もあのまあちょっとね動画撮影をねしてきたんですけど、何回も撮り直しました。滑舌も悪いし噛んじゃうしっていうのでね、そう歌うの師匠でまくる。だからこれ以上開けないからもぐもぐ歌ってると思う。噛まないようにだけ気をつけますということで、本当に33枚目シングル、ごめんね、これ以上効果が上がんないの選抜メンバーに選んでいただけて本当に嬉しいです。皆さんいつもありがとうございますふっ告白心拍数ぜひ聞いてください。心拍数ぜひ皆さんミュージックビデオをたくさん見てください。そしてこの後24時から、音源っていうんですかが解禁されるので、そちらもぜひ聞いてください。そして青木のここ良かったよポイントツイッターとか YouTube のコメントとかで教えてくださると嬉しいです。そしてバキバキビートも24時から放送なのでぜひチェックしてくださったら嬉しいですし、ちょっと台風がね、来ているので皆さんそちらも気をつけてくださいね。ということで、きっと心配してくださった方もいらっしゃると思うんですけど、青木めちゃくちゃ元気ですし本当に嬉しい気持ちでいっぱいですし、感謝の気持ちでいっぱいですし、もうこのシングルも楽しもうっていう気持ちでいっぱいなので、安心してほしいですし、みんなと一緒に心拍数を上げる思い出を作っていきたいと思います。ということで、お風呂に入ってきます。明日も早いのでお風呂に入って寝ます。寝ないとお口治らないからねなので皆さん楽しみながら青木と一緒にこれからも過ごしてくださると嬉しいです。ありがとうございました。X の、写真の腹筋に注目してください。またね。痛い。またね。ありがとうね。虫歯でも口内炎でもないからね。ちょっとそこだけ否定しとくね。またね。